サトル少年団の秘密結社 SBC。 さて、今夜は久々に僕の MC で金曜の夜を盛り上げたいと思います。はい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 。それでは自己紹介お願いします。はい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 、どうぞ。どちら？ハヤトからじゃあ。はい、あこちら。はい、リピート希望間違いなしの静岡県在住、高校3年生、17歳、ダンサーのハヤトです。次は、ケンシンですかね。ときめきプリンスくん、ダンサーのケンシンです。よろしくお願いします。イエイ、お願いします。イエイ。ということでね、前回はエビダンアミーゴに聞かれてね、うん、初めてのドッキリされたじゃん。はい、はい、されました。はい、どうだった？なんか気持ち的に、ね、いきなりあの天の声さんがこうやってきて来てね、あれびっくりしたね。まあね、まあ、何も聞いてなかったですからね、本当に初めてね、やられたね。ね、初めてやられた。やっぱ嬉しかったよね。めっちゃ嬉しかった。今度俺たちもなんかね、逆にドッキリしたいよね。誰にドッキリしたいの、それ？誰だろうね。まあメンバーもやりたいんだけどな。ちょっとスタッフさんにも、スタッフさんにもちょっとやってみたい。スタッフさんも。例えばなんか上からめっちゃボールがバーンと起こってる。ひどっ。ひどい。もうみんなえって顔してますもん。あーほら、はって顔してる。やめよ、後でやられるぜ。はって顔してる。まあいろいろありましたけどね。いろいろありましたけど、学園祭のプロジェクト、いろいろありました、うん、さてこれね、どうするもめっちゃ、じゃあまず曲が出ましたね。曲、そうですね、前回、うん、あのあったね、初めてね、なりました、うん、司令ケンケンです。さてはい、目クソ鼻クソ耳クソどもよ、エビダンアミーゴのサプライズ企画、お最高の学園祭を作る学園祭プロジェクトでおじおわっせい。わーし、待って、静かにしてて。オリジナル楽曲の歌詞を書くことになったらしいじゃないか。そこで、はい、今日から一人ずつ順番に考えてきた歌詞を発表してもらうぞ。誰が発表するのか公平にじゃんけんで決めたまえ。では素晴らしい歌詞を期待しているぞということですね。はい、はい、歌詞を自分たちが考えるということになったんですね。誰からいきます？どうですか、じゃんけんで決まるっていうボスからの指令なんですけど。自信ある。ちなみに最初行きたいって人いないの？うん、まあ僕的にはあのエグ君とかが最初にやってくれるとあのすごいいいなみたいな思うんですよ。やっぱ経験がありますからね。そうですね、エグ君は彼にはキャリアというものがあるんでね。まあじゃんけんで行こうか。行くの？行くのかー。じゃんけんかー。いけるいける、自信持って。やだ、今日俺の日じゃないな、絶対。どういうこと、俺の日じゃないって？俺の日はあんの？そんな日あんの？来週くらいにきっと来るだろう。あ、よっしゃ。じゃんけんしましょうよ。じゃあ、え、勝った人、負けた人、男気じゃない？男気、じゃあでも勝ったら、よっしゃー、歌詞もう発表できるみたいな、そういう感じのノリでいこう。 OK、 男気で勝った人ね。そうだって、みんな発表したいでしょ。したいね、したいね、したいね、めっちゃしたいね。いや、したいわ、ね、本当に男気だね、絶対したい、マジで。負けたらやんちゃうかもしれない、これ。じゃあせーの、男気じゃんけん、じゃんけんぽん。あーえー、見えてる。あ、いやこれ、まあね、最初はせーの、男気じゃんけん、じゃんけんぽん。うわー、勝った。あー、やりたかったな。よっしゃー、よっしゃ、勝った。すごいやりたかった。めっちゃやりたかったんだけど、これやりたかった。自信あったのに。やったー、やった。はい、ということで、ケンシンさんお願いします。いや、めっちゃ嬉しいな。お願いします。歌詞を披露したかった。やりたかったんだもんね。いやめっちゃやりたかった。めっちゃよかったじゃん。おめでとう、おめでとう。じゃあお願いします。どうした？はい、これどういう風に披露するんですか、これ？まあ、まずね、歌詞を自分で考えて、自分で考えてきた歌詞を、曲流さないんですか？あ、そっか、その前にまず皆さんにね、まあ、覚えてない方もいると思うんでね。そうそうで、一回曲を、ぜひもう一回本当嬉しい曲を流してもらいたいと思います。スタート、どうぞ。こういうやつね。イエーイ。
今日は原神の歌詞が聴けるということで、あーもうどんな歌詞が聴けるんだろうな、楽しみだな本当に。楽しみ、めっちゃ素晴らしい歌詞が聴けるんだろうな今日は。まあそうですね、盛り上がる曲でいいですよね。めっちゃ楽しいよこれ。いいんですよそのまま歌ってもらっても、この音に合わせて。決めるね。いいよ。いいよ、かっこいい。はい。僕たちも見たいから、お、歌っていい？あ、来た。はい。どうですか？これめっちゃ楽しい曲だな、本当に。はい、ということで、剣心くんにね、はい、発表してもらいたいです。はい、はい、まずあのタイトルから言ってもらって、その後、その、あの力作っていうか、自分で考えたね。力作って言わないです。歌詞をね、朗読してもらいたいと思います。嬉しいですね。はい、まあタイトルはあの山の雨はない。なんてなんてなんて、ちょっと聞こえなかった、もう一回。おタイトルが、はい、止まない雨はないです。おかっこいいね。止まない雨はない、止まない雨はないらしいですよ。じゃあいきます。歌わないよねこれ、普通に歌詞に。あ、全然歌ってくれてもいいんですよ全然。え、ちょ歌わないです。歌わないですか。じゃあ朗読で、はい、はい、皆さんしっかり聞いてください。いきます。いつも前向いて進もう。ちょっと元気な曲なんだからさ。元気でいこう。いつも前向いて進もう、周りの目を気にせずに、さあ行こう、風に乗って、下行ってる下行ってる、全速力で駆け抜ければいい。不安、孤独、嫉妬、鬱、悩みたくさんあるけど、だん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 、さあ行こう、風に乗って全速力で駆け抜ければいい。サビ終わりです。もっと元気出してこうよ。なんかこれだって読んでくだけなんじゃないのこれ。なんか もっと明るい曲だからさ、元気を。もうちょっとさ、こうほら元気な曲でみんなで学園祭を盛り上げようっていう話なんだから。そうです。あとこう詞をちゃんともっとみんなに伝えないと。そうです。もっとなんか感情を込めて。なんか今なんかあのあれだよね、あの音読の授業みたいになってる。国語の授業眠くなっちゃう。もっと気持ち込めてって来てますね。はい、今日棒読みって来てますね。じゃあ今じゃあサビ終わりからします。サビ終わりから、はい、今日一日振り返ってみよう、全力で生きることできたかな。ああ、ね、正直30点。ああ、そんなんじゃダメ。それなら明日に持ち越して進もう、マイウェイ。ああ、かっこいい。だから前向いて、ちょっとやだこれ、進もう、案外夢って叶うんだ、プラスのことを口にしてれば叶うんだ。お先真っ暗、本当不安、でもそんな中でも夢を見て見続ければいい。大丈夫、止まない雨はないよ。以上です。はい、はいはいはい、ありがとうございます。いやでも超怖かった。結構良かった。良かったですか。はい、これ登場人物とかなんかいる、なんか、はい、なんでしょうか、その曲の中に。あ、来ました。まあやっぱりその夢を追いかけてると、まあその希望とかもあるんですけど、その分やっぱ不安も大きいじゃないですか。だからでさ、不安はみんなあるし、でも絶対いつかはいい時は来ると思うんで、僕はだからそれを純粋に気持ち込めて書きました。かっこいいね。はい、なんか僕が中3の時にじゃなんか芸能活動したいと思ってて、そしたらたまたま東京に行ってスカウトされたとかもそういうあったんで、そういう思い続ければ案外夢は叶うんじゃないのっていうのを表したかったです。そう、
でも入ってるよね、なんかそうです、サイコそう、サイコと風に乗ってとか、これはちょっとやっぱ里吉処理なの最初にやって、うん、つむ、まあ、本当は優しい武器とか入れたかったんですけど、まあ、なんかちょっと入りにくくて入れられなかったんですけど、うん、なんかこのやっぱこの2つのフレーズをまあなんかちょっと入れてもいいのかなと思って入れました。ああ、やっぱそれ考えて入れたんだね。そうです、さあ、ね、気づいた風の自転車的なね、風の自転車、そうです。あー、コメント来てますよ。コメントどうですかね。めっちゃいいよ。あ、本当ですか、よかった、嬉しい嬉しい、泣けちゃうぐらいいい歌詞、ありがとうございます。あー、いいね、めっちゃいい。あ、大好評、かなり大好評じゃんか。いや、本当ですか、意外と、うん、絶対高校生に刺さるはず。あ、ありがとうございます。はい、本当そうだと思います。わー、高校生はね、すごくいい、不安が多いと思うんで。ケンシンはやっぱり期待通り、ありがとうございます。よかった、よかった、かっこいい、神、いい、いい、いやー、嬉しいな、ケンシン君好き。はい、じゃあ、大好評ですね、ありがとうございます。イエイ、はい、歌詞の後半は、歌詞の後半さあ、後半の解説もお願いします。 俺ここ好きだよ、正直30点。あ、そうそうそうなんですよ、まあ、やっぱこういう日がやっぱあるらしい、うん、例えば夜なんか寝れなくて寝不足になった時の次の日はやっぱ自分のね、うまくいかないことが多いから、まあ30点みたいな感じで、あ、そんなんじゃダメだよねみたいな、うん、で、明日に持ち越して相撲前弁で、もうやだこれいや、はい、そんな感じです。はい、個性溢れ出てるね。本当ですか。うん、では、その、なんだろうな、案外夢って叶うんだ。あと、ここはプラスのことを口にしてれば叶うんだって、まあ、これはなんか小6の時の塾の先生的なが何か言ってて、なんか僕中学受験したんですけど、なんかその時にこのセリフなんか言ってて、先生が受験前に、ああなるほどなと思って、例えばなんか合格できるかなとか、そういうマイナス発言してるよりは、自分はいけるんだいけるんだいけるんだっていうことを口にしてた方がいいよっていうのをなんか先生が言ってた気がして、うん、それをちょっと入れました。いいね、すごいな、響いた、小6の時に響いた言葉をちょっとこういうところで言えると思わなかったんですけどね、はい、なんか体験が入ってて、そうです、その自分の体験が入ってて、すごいよかった。ありがとうございます。いいですね。いいですね。いやー、なんだろうな、これ。すごいな。ケンちゃんすごい。本当ですか。これ次回はまたじゃんけんって感じかな。あ、まあ、発表する人。ここでですかね。すまん、すまん。あ、そこか。二人か。はい。うわー、緊張した。やだ。まあでもよかった。よかったです。素晴らしい。おはようございます。イエーイ。え、でもちなみに、ケンシンの歌詞を見て、二人は、あ、ちょっと聞きたいな意見を、じゃあ、そうですね、はい、いや、すごい、意外となんか、うん、意外とっていうか、まあ、普段、なんだろう、すごい個性溢れ出てるんで、普段もそれが、なんか歌詞に出てて、良かったなって思いますね。 ありがとう、はい、プリントしました、山田山田、おーおー、はい、え、ちょ、早いと思うんだ、よかった、いや、なんか、うん、すごいいい、なんか曲としてもなんか不安、孤独、嫉妬、鬱みたいなのは、なんかそういうタン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 みたいなのもあったり、ね、うん、あ、正直30点みたいな面白いところもあったりして、うん、すごいなんか歌ってても踊っててもなんか楽しくなりそうだし、あ、本当ですか、はい、嬉しいな、やっぱりなんかね、共感しやすいですね本当ですか、この歌詞は今のなんか自分たちのこの高校3年生っていう感じで、この歌詞を見るとやっぱりなんか感じるものはありますね。よかった、ありがとうございます。こんなに謙信を褒めたことはない、イエイ、褒められたよ、イエイ。ちなみにさ、謙信歌詞書いてみてさ、今回一番このこだわったところとか、こだわったところは、こだわったところ、こだわったとこか、こだわったところは、なんだろう、やっぱ今日一日振り返ってみようの、まあ、ここのブロックは確かにこだわりましたね。え、どこの部分、まあ、その隼人が言ってくれたその、まあ、別にここは別に俺の中では30点じゃなくてもよかったんです、別に40だとちょっといいの、ちょっと良すぎなんじゃないか、でも25とか20代にしちゃうとちょっと低いし、まあ、じゃあ30にしとこうかなとか、ありました、それは正直ありました。であとやっぱりその実際に
大人に言っていただいたこととかプラスのことを口にしてれば叶うなっていうとかはやっぱりはい入れてこういうところは意識しました。なんか難しかったところとかある？難しかったところは考えてなんかね案外ねもう勢いで書いたって感じ。勢いあんまね悩まなかった今回。俺めっちゃ悩んだかもしんないな、なんか決まってるこのなんていうのリズムというか、音に合わせるのがねはめるのが結構難しかった。なんか文字数とかもさあるじゃんね。なんかあるね。わーってなった俺は。なるほどね。まあやっぱこの不安孤独嫉妬つまあこれもやっぱりはい。いやいいね。いや本当によかった。ちなみにこのだからのところね、サビの出だし、はい、俺と一緒。マジで？まあ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 いいんじゃないですか。でも久しぶりいつも、シンクロ率ですねこれが。さとり少年なの、ね、そうですね。俺入ってないけどね。いやはいそんな感じですかね。一応英語も入れましたって感じで。はい、英語俺も入ってる。うんどこ？ああ英語ね。はい、英語はちょっと苦手だからやってない。次回は誰が？そうですね。次回もぜひ期待しててください。ね、はい、お願いします。よし、来た司令書。はい。いやードキドキ。さて。はい。さあここからは恒例の妄想バトルだ。前回の間違い電話から始まる恋に恋。実に見事な妄想であった。続きが気になって夜も眠れなかったぞ。そこで今回は間違い電話から始まる恋の続きを妄想してもらう。期待してるぞ。イエーイ。おい続くんかい。続編はダメって言ったのにボスに。俺が続けちゃったか。まあ一応俺以外の2人だよねこれは。さすがに。あ、そうっすか。いや今日結構もう結構頑張ってるし今日は。お腹いっぱいですか？お腹いっぱいなんじゃないですか。そんなんで満足していいのかな。いやでも満足だから悟り世代って言われるんだよ。そういうとこなんじゃないのかな。めっちゃ言うやん。じゃあ剣心行っちゃうじゃん。剣心行っちゃうよ。さすが MC。MC の剣心が違う。違う違う。ここは違うやん。ここは違う。違う違う。俺ばっかりじゃん。この放送俺の回みたいな俺ばっかりになっちゃうから。違う。ここはやっぱこう分散していこうよ。たまにはそういう人があってもいいと思う。まあいいと思うんで、まあ剣心行こうよ。ちょっと待って。本当に一回落ち着いて。おまあね、MC なんだけどね。MC さんもね。一回落ち着こう。まあね。やっぱここはね、やっぱ全然あんま今日はあんま話してないと。A 君ね。じゃあ剣心。なあ。あ、じゃんけんじゃん。じゃんけんするじゃん。なんで？じゃあじゃんけんすか。これもう一回じゃんけんしようよ。俺はいいでしょ。まあ剣士も入れてだよね。さすがに。まあ餃子に行こうよ。嘘だよ。ね、続編系マジであんまり好きじゃないんだよね。え、これはどうする？男気男気です。やりたいもんね。やりたいの。みんな続編。うわ、喋りてー。これ絶対俺も一番行きたいわ。続編を伝えたい皆さんに。さあ行くよ。せーの。男気じゃんけんじゃんけんぽい。ちょっと待って勝っちゃった。マジかよ。あ、コットイエーイイエーイ。よし負けた。絶対俺が言うからな。いや俺が言いたいんだし。最悪。じゃあ息切れしてるし。せーの、男気じゃんけんじゃんけんぽい。いやあ負けちゃった負けちゃった。やっとぜ。エイク負けちゃったよ俺。ごめんねエイク本当に。全然負けちゃった。ハヤト行こう。よかったねハヤト。うわずるハヤトマジかよ。あっし。いやもう全然やりたかったねもう。ちょっと怪しかったけど。まあ今日は僕の回になっちゃうけどいいかな。はいやるよ。どうぞ。待ってほんまにねどうしたんだ。もう早くチーム押そうよ。はいじゃあ行きます。どうぞ。はい。それではハヤトどうぞ。はい、まあ、前回どこで終わったかっていうとどんな感じだったっけ。待って、まあお母さんに電話しようとしてたら、まあずっとお母さんだと僕は思い込んで話してたけど、電話番号が間違っていて、そうだね、中学校の時に好きだったっていう彼女女の子だったっていう、はい、かけた先が ね、 そうだね。で、まあ、その後なんか10時に行くわみたいな話になってたから、まあ、その流れを利用して、まあ、ちょっとたまに会ってみるかみたいな
感じで次回へみたいな感じにしたんで、まあその後ですよね、はい、新幹線に乗ってるんですよ。そうそうそう、新幹線出たその時、はい、新幹線に乗っていて、まああれですね、普通にちょっとなんかワクワクというかですね、ドキドキしながら、まあ別にそんな別になんかその後なんかとか別には期待してないんですけど、まあ久々にそういうねちょっと可愛いなとか思ってた子に会えるってことで、すごいまあちょっとワクワクって感じですね。なるほどね。ちょっとそわそわしていて、まあこんな感じで落ち着かない感じで新幹線をこう乗っていてね、うん、で最寄り駅に着きました。はい、まあ、あの定期でこう改札通って、はい、でまあ、家はですね駅からまあ20分くらいかな、自転車で、まあ、駅まで自転車で行ってるんですけど、ということで自転車でまあ家へね、こう青春だなって感じでシャーって家まで、はい、夜10時くらい行くわけですよ。でまあ着いて、まあ、まあ、インターホン押すときもすごいドキドキして、うわっ、これ緊張する、ちょっと可愛くなってたりするのかなみたいな、ちょっと期待をしながらちょっとこう恐る恐るね、ちょっとすごい決めて、しゃこれでいけるぜみたいな感じで、なるほど、ピンポーン、ピンポーン、おいっつって、はいっつって言うんですよ、ピンポン押して、はいっていう、ちょっとなんか怖そうな男の人の声が聞こえて、はいっつって、あ、こんばんはみたいな、そうすると多分 お父さんらしき人物、お父さんらしき人物がなんか、はいみたいな、この夜遅くに誰だみたいな感じを匂わす感じで、なるほど、おいみたいな言ってきて、うわーこれなんて言えばいいんだろうみたいな、別になんかね、そういう昔の友達なだけで、うん、彼氏とかでもないし、なんかしかも男だっていうところで緊張するよね、お父さんはすごいなんかみたいな。でもまあなんかちょっと昔仲良くさせていただいていた高尾隼人と申しますって言って想像つかない、もしよろしかったら娘さんに会わせていただけないでしょうかみたいな感じで、素晴らしい、おーみたいな。名前はどうしようかな、どうしようかなエリコちゃん、エリコちゃん、はい、あエリコに会いたいのかみたいな、いやそうなんですよねみたいな、ちょっとまあいろいろあってみたいな、いろいろってなんだみたいな、いやいや、まあ、いやそこは別に別に何もないんですけど、まあ、ちょっと顔見たいなくらいなんですみたいな、仕方ねえなみたいな、夜遅いからさっさと済ませろよみたいな感じでちょっとまあ来てくれたんですよ、もうガチャッつってパーって来ました、来ました。そうするとちょっと中学校の頃は身長が僕の肩くらいだったのに、ちょっと身長も伸びていて、髪も伸びていて、すごいなんかまあ中学の頃ってやっぱ体育着か制服しか見ないわけじゃないですか、はいはいはい、まあちょっとなんかちょっと大人びた格好していて、ちょっと大人になったエリコちゃんが現れるわけですね。もう僕はそこでうわエリコちゃん綺麗になってるなって思って、でもまあお父さんもいるからね、お父さんも奥に潜んでいるわけですから、さっさと済ませようと思って、いやさっきはねごめんねみたいな感じで普通にね気楽に話しかけて、いやハヤト君久しぶりみたいな感じなんですよ相手は。でここで僕はあれが間違い電話だったかどうかっていうのを言うかどうかすごい迷っていて、うん、まああれただ単にお母さんにかけようとしてたら間違えてたまたまかかっちゃったんだよって言ったら、なんだこいつマザコンかみたいな、ちょっと思われる、いやちょっと嫌だなと思って恥ずかしいなみたいな思って、でも番号を知っていてわざわざかけたってなったらちょっとなんだろう、私のこと好きなの、はいはい、とか私のことそんなにみたいな、ちょっと変態チックなんで、わそれもまずいなと思って、それまずい、でもどうしようみたいな、ここで間違い電話だと言ってしまったらこの先ないんじゃないかみたいな、もうその葛藤の中こうわーってなってる中で、一人の女性のが脳裏に浮かんだんですね、この辺に、うん、僕は今通っている学校にちょっとすごくな、席も隣でちょっと仲いい感じですごいエンジョイしていて、学校生活もその子のおかげで、まあその子の名前はレイナちゃんですかね、はい、レイナちゃんっていうちょっと女の子がいてちょっと仲いいんですよね。でまあその子といい感じなんですよね、ちょっと雰囲気的には。でもエリコちゃんもね大人になっていてうわーって、でも
現実じゃないと。僕、新幹線通学で遠距離だしね、いくらエリコちゃんと仲良くしようがレイナちゃんには別にバレないわけじゃないですか、中学の友達なんで。最低だ。おいおいっていうデビルハヤトがここに。はいはい、あ、いいよ頑張れ。おいおいハヤトやっちゃえよ、エリコちゃんの可愛くなってんじゃねえか。そうすると天使のハヤトがここに出てきて、いやダメだよそんなのダメだよ、あるある、レイナちゃんとせっかくいい感じなんだからつって、うわどうしよう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 ってなって、僕はやっぱりレイナちゃんを撮ることにしてね。おお、素晴らしい。僕はさっき実はね間違えて電話しちゃって、うん、本当は別にレイナ、エリコちゃんにそこ間違えちゃいけないエリコちゃんにかける予定ではなかったんだけど、たまたまかかっちゃったんだよね、ごめんねって言ったら、エリコちゃんなんだよ、じゃあうちまで来んじゃねえ、バシッつってドア閉められた、あーってなって終わりです。あでも、はい、結末が面白い、面白かった。はい、ということでエリコちゃん、ね、性格はあまり良くなかったということでした。性格悪かったんだいやそこはデビルハヤトが俺的には勝ってほしかった。あそうデビルハヤトですか。デビルハヤト割とみんなそれっちゅうをね、面白い、あそっち期待してはいたんで。いやでもやっぱ掛け持ちっていうのは、まあ、それは掛け持ちでもね、それはちょっとまずい、うん、どっちか一人にした方がいい、やはり男として付き合うのいいんですか。絞りやした、はい、はい、長くなってしまいましたが、いいと思います、はい、次回ケンシン君が続編やってくれるらしいんで期待しててください。俺とは限らない、俺とは限らない、俺とは限らない、俺から行くからね、俺どっちか楽しみですね。じゃあもう、うん、俺今日歌詞やったし、ハヤトがこれ言ってくれたんで、うん、告知じゃあ行くか。そうですね、うん、俺告知、はい、そう MC なんで、まあ、イベント多分ここから山積みだと思うんで、ね、まあね、はい、ここからもうね、まあ、いい話がたくさんありますから、はい、まあまあ、任せろって感じですね。あれですね、はい、まあ、間違えたらやばいですけどね。では、はい、ライブ情報いきます、はいはい、6月の18日日曜日、はい、すぐやプレゼンツグルービーストリートダンスボックス、よしガッチョ DP62 六本木ボフ東京で行われます。お願いします。お願いします。来週、はい、お願いします。そして6月25日日曜日、はい、クラブインスパイアで六本木モフ東京で行われます。イエイ、はい、お願いします。お願いします。そしてですね、僕たち初の海外進出、7月1日、はい、土曜日ファン生徒ゲームアニメフェスティバル2017年、年はつかないね、はい、スケッチアップボリュームワールド中国生徒ステージに出演します。イエイ、調子がいいな今日はエイクが。そして7月の25日火曜日、みんなありがとうボリューム10夏休みスペシャル新宿、リニューヨーク、リニューヨーク、やばい、ちょっと待って、リニューヨーク、リナ、え、ちゃんリナ違いますよ、違うよ、レニー、レニー、レニー、よし、危ねえなリニューヨークでよかった、レニーです、はい、お願いします。2人が、お願いします。ここからね、新情報です。はい、来た来た来た、ちゃんと、はい、ちゃんと、ここからやばいよ、うん、さあ、耳をよく澄ましてください。おー、8月の3日木曜日と4日金曜日、はい、エビダンザライブ2017年サマーパーティー、イエーイ、東京国際フォーラムホール A で行われます。皆さん、ぜひ遊びに来てください。お願いします。嬉しいですね、はい、エビダン、やったー、覚えてますか、エビダンミーゴの一番最初の回で、はい、エッグマンでですね、そう、あの時にエビダンザライブに出たい、そうだ、言ってたんですよ、言ってたんですよ、頼みました、ありがとうございます、ありがとうございます、やりまーす。そして、いや、もう興奮でね、もうツイート上げちゃいましたよね、はい、あ、はい、上げてたね、はい、大好評でしたね、俺上げるの、ツイートもね、はい、やばいですね。そして次に8月11日、はい、金曜日祝日、きたー、懐かしのプールワイ、波のプールワイに出演します。イエーイ、読売ランドですね、はい、去年もやりましたね、やりましたね、やったね、いやー、いやまた、もう1年ですねあのステージでできるってね、すごい嬉しいね、楽しみだわ、あのめっちゃ楽しいんだよね、お客さん浮いてて、浮いてる、グーンって上からこう泳ぎたい、今年こそ泳ぎたいんだけどね、泳ぎたいね、前回泳げなかった、そうだ、はい、まあね、あのライブ楽しんでいきたいと思います。お願いします、はい、お願いします、はい、おー、あ、サトリ、公式ツイッターサトリアットサトリインフォフォローしてください、お願いします、お願いします、お願いします、
どうでした今日、感想とかなんかあります？はい、本当に良かったです、作詞、はい、いや、ケイシーさすがでした。良かったです、いいね、採用されるといいですね、これ。いや、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。すげえ、はい、まあ一応2人のもいたんで、そうだね、次回僕ら2人当たるんで、どっちかね、はい、はい、そしてちょっと書き直そうと思いますなんでまあそうだね、まあ別に何でもいいけど、はい、6月16日金曜日、うん、はい、20時半から時間ありますので、うん、皆さんまたねチェックしてください。お願いします。お願いします。まあね、今日の放送をね途中で見てた方はアーカイブのね、もう見られるので、うん、そちらもねチェックしてください。お願いします。チェックよろしく。完璧ですね、はい、今日の告知は、yes、誰かと違ってそれでは皆さんまた次回会いましょう。バイバイ。バイバイ。